後藤総合車両所は、鳥取県米子市に所在する西日本旅客鉄道の車両基地及び車両工場である。その他、島根県出雲市に出雲市所が存在する。山陰での最初の鉄道建設の際に車両工場の土地を提供したり、鉄道省当局に代わって足りない土地を買収することで誘致に貢献した後藤海五郎の名が付けられている。 米子支社が管轄しており、車両工場がある本所と、車両基地がある運用研修センター及び、出雲支所に分かれている。後藤総合車両所の本所は、鳥取県米子市日の出町にある車両工場で、堺線、富士見町、後藤間に並行して、敷地がある。敷地面積は82,271平方メートル。米子支社管内の自社車両全車に加え、 岡山起動車区、福知山電車区というお菓子所、佐賀の観光鉄道、京都丹後鉄道、地図急行、若狭鉄道の車両や、東海旅客鉄道大垣車両区配置の285、計3000番台の車両検査、用部検査、改造、及び日本貨物鉄道のディーゼル機関車のエンジンや、茨鉄道、 一畑電車の部品研修、JR 西日本に在籍するすべての機動車とディーゼル、機関車に搭載されるディーゼルエンジンの整備を行っている。また、近畿車両、川崎重工業車両カンパニー、新潟トランシスと提携して、車両の心臓業務も行っており、これまでにキハ120系や、アーバンネットワーク各線で運用されている221系、 207系などを製造した実績がある。同所に所在する、後藤工業でもデュハ7000系の新造を行った。なお、日本国有鉄道時代は、後藤工場の名称であったが、1985年3月20日に、国鉄の全国工場再編成により、広島、畑生、田土津とともに、工場から車両所に名称変更されて、JR 西日本に継承された。 後藤総合車両所運用研修センターは、鳥取県米子市恵町にある車両基地で、山陰本線、堺線の米子駅構内に敷地がある。敷地面積は39,572平方メートル。車両基地内には、線形機関庫と転車台が残されており、現在も使用されている。後藤総合車両所出雲市所は、島根県出雲市東新西町にある、 車両基地で、山陰本線西出雲出雲人材間に位置している。敷地面積は14万6千平方メートル。東日本旅客鉄道大宮総合車両センター、東大宮センターとともに、JR では数少ない特急系車両専門の車両基地である。かつては、出雲運転区の名称で車両が配置されていたが、2000年に出雲鉄道部の下部組織となり、 出雲車両支部となった後、2008年6月1日の出雲鉄道部廃止により、本車両所の下部組織とされ、出雲支所に改称された。島根県内では、数少ない現役の転車台が設置されている。整備済み車両の車体に記される略号、後藤総、または GT が記されている。所属車両の車体に記される略号与名護支社の略号である、ベト、 五島の電報略号である、島から構成され、旅客車は、米等、下車は、米、機関車は、後である。なお、機関車については2010年6月頃より、米の表記に順次戻されている。2020年4月1日現在の配置車両は、以下の通りで、運用研修センターと出雲支所に分散して、配置されている。機動車、編集、 機ハ187系、機動車機ハ126系、機動車客車、編集貨車、編集機関車、編集過去の配置車両、編集285系、電車381系電車過去の配置車両、編集2008年3月から2010年3月まで、京都総合運転所所属の113系4両、編成1本を借り入れし、山陰本線の快速、 通勤ライナーに運用していたことがある。ありがとうございます。